願いします。推薦言語書類研究姿勢の極意です。今日は 文献紹介させていただきます。今日の私のVery Deep Convolutional Network for State Classification に紹介します。このページで2016年から公開しました。最初からアプトラックは説明します。In NLP タスクの中で最近はディープラーニングよく使いました。例えばロングショートメモリーとか CNN のネットワークとか使いましたが、けどは映像の処理と比べて NLP のディープラーニングはあまり深いですから、このページで新しい構造を紹介します。この新しい構造は前の方法でもっと深い、もっとハイデンレイヤーを使って、はい、そして精度も評価します。 Introduction。 このリセットの目的はテストのアナライズ、分析して情報を引き出して、最後はクラシファイアはできました。このページで、CNN のノーチャルネットワークを使ってレベルを応用するはキャラクターからはい、ワークドワークドまで使えます。Convolutional Net Neural Network は、Vision、映画の Vision の分野でよく有名ですから、よく精度が高いですから、だから、このページは CNN を使って新しい工場を紹介します。先行文献は先行文献は CNN ネットワークでセンタンシークラシファイアは使いましたけど、このページでバグラフとか、はい、論文とかもクラシファイアをできます。インコムータービジョンで CNN がよく有名だから、いろいろの応用があります。最初からConvolutional Neural Network は紹介します。CNN のNeural Network を紹介前に、最初からみんなはConvolutional の定義は説明します。Convolutional とは、例えば、映像があって、私はWindow function を作って、これかけると最後はフューチャーはもらいました。例えばこの文で、はい、この文はWindow function をかけると全部add して、はい、4は出ました。この Window は全部スライド、全部スライディング on the imageこの意味は、例えば、はい、映像から私は、Windows function はによって私結果はもらいます。いろいろな結果、欲しいな結果はもらえるかどうか、はい、これ Windows function 決まりました。はい、それは Convolutional の定義です。けど
convolutional neural network で intercom computer vision これは convolutional network はイロロナオヨシで、はい、window function はイロロナ window function のオヨシで、アウトプットはいっぱいもらって、私次は結果から磁石のシムリングは分けてもっと何回も振り返して、はい、全部最後で結果もらってマシンラーニングと使ってクラシファイアやりました。ここで Window Function は、はい、自分が勉強するだからそれはコンボリューションのネットワークの目的で、in the NLP の中で映画じゃなくてけど私も言葉だから言葉からベクトルを変更できます。変更できたら、はい、私はそんな行列もらっていろいろな Window Function を応用して私はフィーチャーはもらいました。フィーチャーからファンションのもう一回ファンションの使ってこれはチェンフォームファンションのみたいです。はい、私フィーチャーからファンションを通じて最後の結果は もらいました。それここまでマシンラーニングで、はい、クラシファイアやります。あの人の新しいの工場は紹介します。最初からテックス入ってチェレクターでエンベッディングします。チェレクター英語のチェレクターはあまり少ないだから20ぐらい40ぐらいぐらいだからエンベッディングは16サイズ16でやりました。16サイズは16かけると S とはチェレクターのナンバーをやって私次はコンボリューションのブロックを通じて最初は60のフィーチャーはだけ作りました。これのアウトプットでもらいます。私コンクネイティコンクネイターと、はい、目的はチャレクターはチャレクターの数は減らしてけどはフィーチャーは増やしての目的です。何回もコンボリューションのブロックは通じて最後アウトはもらえます。最後のアウトはこのファンションは通じました。ケイマクンリンとケイは8です。アウトはこれ最後もらって私もう一回これ次はリルーションファンションと2回通じて最後は、はい、クラシファイアやりました。ここでコンボリューションのブロックとはここです。コンボリューションのブロックは最初から入ってライヤーヒッドンライヤーは一つだけけどはもっと大きなフィーチャーがあれば、はい、ヒッドンライヤーも増えました。増えてきました。はい、次は実験です。データセットは全部は8データセット使いましたけどこれは1000本。例えば、Yahoo Yelp の Amazon とか Sogo とかと Yahoo とか例えば Amazon でこれはレーティングあの人はレーティングはスターは3つPer5 5 star はあのコメントはあります。はい、全部
ダタセット、これこうです。例えば、Amazon レビューとは、Amazon でコメントとレート、レーティング。はい、レーティングは Amazon で5あります。1、2、3、4、5だから。はい、モードセッティングは、このページで、キャラクターのレベルを、エンベッディングするだから、最初はリロセッシング、エンベッディング、リロセッシングの、キャラクターは全部計算して、全部でキャラクターは69キャラクターあります。最初から、テストは全部じゃなく、減ってじゃなくて、最初はサイズ1014ですだけ入りました。これはキャラクター入りました。次は、エンベッディングサイズと、トレーニングの、トレーニングの方法は、ストリック、ラディアンディクリーと、次々、はい。結果は、上で飛ばす、ここでは、方法です。方法は、最初から最後まで同じけど、は、マシンラーニングのステップで、はい、ファンションは変わるとき、結果は、はい、そんなにもらいました。前の先行文献の結果は比べて、この方法はアウトパフォーマンスしました。はい。最後、まとめです。もしデータセットが大きければ、私は、ディープ、深さはもっと上げて、パフォーマンスも上げます。この新しい工場で、一番小さいなキャラクターでも応用できました。このページで私はテキストとイマジは、いろいろなフィーチャー、オレビティがあって、だから、映像の処理方法はテキストも応用できます。はい。CNN は今、エンコード方法はまだありません。だから今はインベスティゲイ調べてみます。はい、これは、悪い点です。はい、以上です。よろしくお願いします。